Here we go. We're gonna do では、the 始めましょう。ラムルンには、を再開したいと思います。いよいよお知らせは、私、何にもお知らせがないってことです。in this また、こちらでは、この古典書では、900年前ぐらいのものですけれども、非常に短いアドバイス、助言をしています。この最初の部分は、先生と共に楽しんで、そして先生を敬いましょうという、私は愛情というのが好きなんですけれども、尊敬というのはこんな感じですよね。で、愛情というのは、あ、げしらーって感じですよね。私はそういう感じの愛情が好きなんですよね。私は友達で楽しい時間を共に過ごしているという、そして共に学んでいると、そういう感じの、尊敬というのが好きなんです。げしらー。ドーナツがあるよとか、ドーナツどうぞとか、そんな感じが好きなんですよね。先生と楽しむって、もし楽しんでないとしたら何かあなた問題があるということだと思いますので、あまり真面目すぎると何か問題があるということなんですよ。楽しいということであれば、ハッピーなので、ロジョンというのは、ちょっと、正気ではないということなんですよね。100人の中で、50個しかお菓子がなかったとき、みんなそれを最初に取ろうと駆けつけますよね。で、他の人は、私、それもらえなかったっていうふうになるんですけれども、それがロジョンです。で、私はそういう深刻な感じの、もう最後のコーヒーだっていう、どうぞ、あなたどうぞみたいな、そういうのは好きじゃないんですよね。すごい深刻な感じっていうのは本当のモジョンじゃないと思うんです。ですので、どうぞどうぞ。で、楽しみましょうっていうのがこの意味なんですね。ロジョンを学ぶときは、These are the Bodhisattvas. Dr. Shenmue, first one, you know, stop criticizing other people and praising yourself. 菩薩の誓いですけれども、とにかくハッピーにしましょう。深刻にさせないでください。楽しんでください。で、菩薩の誓いを良い時間としてほしいんですね。6ヶ月間私苦しんだっていう経験があるんです。一生懸命取り組んで、そして楽しむっていうことですね。次は、3つの扉の写真ですね。フランシスコさん、この写真、映像ありますでしょうか？探してもらえると思いますんで、では。ダンジョンは分かりますか？18のレジャーと幸福です。同じ言葉が出てきます。それをするなと。デルバというのはリラックスしましょうということなので、それをするなと言っています。もし、あなたが肉体を持つなら、そして口があるなら、そして、頭があるならそれを使いなさい。で、体
を誰も助けることなく一日費やすというのはやめてください。体というのは怠けたがるんです。口もそうです。あなたのマインドもそうです。韓流ドラマとかネットフリックスを見たくなるんです。で、あなたが疲れているときに一番いいダルマというのは何か、それはもっと他の人に使えるということです。もし疲れているとき、ケシュラがもっと課題を与えてくる、どうしたら、もうもっともっとやってください。私はグランパとして言ってます。あなたの2倍3倍の年なんですよ。私そんなに疲れてませんですよね。ですので疲れたと感じたらもっと一生懸命やってください。それが疲れとの疲れに対する対処法です。いいですか？あなたの体をプッシュする、口も心もです、YSI に参加して、何かお手伝いをしてください、私の提案はそれです。で、私はエネルギーがいっぱいあって人生を楽しんでいます。で、あなたのおじいさんよりも前に生まれたんですよ、私は。これはとても美しい助言です。これは非常に短い助言になります。その後に、大きなものが来ます。6つの、次のコースというのはダイヤモンドマウンテン4月ですよね。この本を続けていきます。私たちのリトリートセンターアリゾナにありますけれども、そちらで、行います。そのリトリートセンターですけれども、ある女性がリトリートセンターに上海からやってきました。そしてゲッシュラ、質問してもいいでしょうか。誰かだったんですけれども、質問してもいいでしょうかと言ってました。いいですよ、まあ、やってみましょう。昨日の夜見ましたか。何ですか。あの空ですよ。星がたくさんある空です。まあ、何百万と星が見える空全体が見えたという。で、このリトリートセンターの近くには町がないので、そこは本当に何もない、空き地だったところに作ったんですね。ですので、何の公害もないですし、真っ暗なんです。で、星が本当に素晴らしいんです。で、上海の女性は、ケシュラ、質問です。昨日の夜星、今までの人生で私見たことないような星でした。で、明日も見えるんでしょうか。私はそうですよ。毎日戻ってきますよ。そしたら彼女は、彼女はそういった星を見たことなかったんですね。もう絶対に気に入ると思います、リトリートセンター。とっても素敵です。この教えを得るために、リトリートセンターに来るというのは非常に楽しくて本当に素晴らしい場所ですので、ぜひいらしてください。もしいらっしゃれるならば、こちらに素晴らしい助言があります。身体的な良い行というもの、業というものです。ここでは100のフロストレーション、ストゥーパーがもし分かるのであれば、これは肉体的な、良い業というものです。カルマというものです。正座しましょう。で、あなたの気を整えて
瞑想して生で座って、本当にまっすぐ背中をするんですけれども、お腹も引き締めて肩を後ろにして、顎はこんな感じで、こうじゃありません。お寺に行って歩き回る必要はありません。とにかく正座をしてください、椅子の上に。そしてあなたのプラナーが動くようにしてください。そうすることで瞑想ができるようになります。そしてあなたの健康にも役立ちます。そして学びにも役に立ちます。ですので、まっすぐ座るということを、やってみてください。で、どんな椅子であってもそれをやってみてください。瞑想にとてもいいです。習慣にしてください。私もそうしてますでしょ？私すごく怠けがちなんですけれども、エクササイズに関しては。これがもう最低限のことです。で、もちろん、あなたの肉体を使って人を助けてください。まっすぐ座っていると瞑想がよくできるんですけれども、それが良いカルマというものです。あなたの体に関して。で、瞑想のことを考えていると、あなたのプラナーをに役に立ちます。で、マインドがすごくクリアになります。そしてそれを習慣にしてください。今すぐ座って、数年後やってみますと、So do you lojong? 皆さん、周りの人に疲れてますか？他の人が先です。ロジョンでは他の人が先に来るんです。誰が最初にコーヒーを得るんでしょうか？誰が、ペーストリーをもらうんでしょうか？他の人です。周りの人です。常に他の人が先に行きます。ベニーさんは非常に、興味深い提案をしています、他の人が先というと、あなたの敵と、友達に差をつけないということですよねと、あなたの友達とあなたの敵、平等に先に来るコーヒーをもらうんですね。で、あなたが好きじゃない人はドーナツをもらいます。偏見を持つということですね。自分の友達と敵に線引きをするということです。ロジョンというのは差別をするということをしないんです。線は引かないんです。すべての人をまずに施しをして、その後に自分が来るんです。彼らが先にコーヒーをもらうんです。その後、とても美しいことを言ってます。人間と動物を差別をしない。動物もこの世に、等しい権利を持っています。私は科学のことを考えてたんですけれども、あなたの宗教は何ですかと人に聞くと、キリスト教とか仏教徒だとか、あなたのポケットに本当の宗教があります。これがあなたの宗教です。で、あなたはここに誓いを立ててるんですよ、毎日。これが科学を代表するものです。科学がこれを作り出しました。もし、プラスチックが、がんを起こすと言ったら、スティーブン・ホーキング博士が、ペットボトルの水ががんを起こすというふうに言ったら、まあ、お水を飲むのをやめるんですよね。
科学を尊重し、仏教よりも尊重してると思うんです、みんな。で、私は大阪の空港から帰るんですけれども、科学者の方をよりに依存しているんですよね、みんな。科学を信じてます、みんな。あなたの国の宗教何ですか？どの宗教もこれをがないっていう宗教はないですよね、この科学。スティーブ・ジョブスはこれを使いなさいと。誰を崇敬するのか、アップルなのか、ファーウェイなのか、まあ、そんなようなところなのか。で、まあ、それを信じる。そして科学の原則は、人間というのは動物よりもより重要だという非常に大きな原則があります。もし2000ビッグ昨日、ラットを殺して、脳の研究をする、糖尿病の研究をする、豚の組織を取り出す、そういった動物を殺して、他には建物を建てたりですとか、で、動物が2番目に来る、人間が1番っていう。動物の組織を殺して人間の中に入れるって、それが、科学の原則なんですけれども、でも学校では教えないんですよね。で、動物を何百も殺して一人の人を生かすという、すべてのものが感情を持っている、そしてすべて平等である、動物も、路上では動物も尊重しなくてはいけない、それをやってみるとできるんです。まあ、食べなくてもいいんですよね。お米の育て方を知らないかもしれないんですけれども、そうすると、まあ、動物食べなきゃいけないかもしれないんですけれども、まあ、まず畑で植物を植えて育てればいいんですね。そしたら動物食べなくてもいいんですよね。動物を食べなきゃいけない理由っていうのはないんですよ。小さいから食べてもいいじゃないですか。で、そんなに賢くないしと、そんなロジックないです。私はプリンストン大学からの友達がたくさんいるんですけれども、私は、ベジタリアンになると言いました。で、病気になるよとか、どうやってタンパク質取るのとか、痩せちゃうよとか、弱くなっちゃうよとか、そういったことを言った人たちみんな死んでるんですよ。わかりますか？私の方がもっと長生きしてるんですよ。わかりますか？ロジョンではあなたの敵と友達というのに線を引きません。そして動物と人間にも線を引きません。そしてもう一つあります。動物の命と命、そして環境を守っているんです。非常に大事です。例えば木を切ることは許されていません。なぜか。2000年、木を切ることは許されていませんでした。なぜか。それは彼らの家だからなんですよ。彼らのアパートなんですよ。
アパートに行ってそれを壊してるっていう鳥たちの家を壊してですので、木をもっと植えなくてはいけないんです。もし、絵を描くっていうことなんですけれども、リというのは線を引くということなんですが、線を人間と動物の間に引くな。で、あなたの好きな人間、好きじゃない人間にも線を引くな。動物と人間の間にも線を引くな。そして、人間、動物、植物、線を引かない、環境を尊重してくださいと。そして環境を大切に扱ってください。非常に興味深いです。とっても美しいと思います。すごい面白いんですけれども、こういった区別をしないでください。あなたは人生をかけて尽くしているんです。今の人生をかけて尽くしているんです。すべての用というのは、何か対象物です。動物、鳥、人間、木、惑星。キャというのは、毛布のように包んでくださいと。とても柔らかいあなたの愛の毛布で全ての世界を包んでください。とっても素敵ですよね。シナモンよりもなんか美味しそうですよね。なんか近いですよね。ですので、毛布を取り出して全ての世界を包み込んでください。900年前に生きていた人ですけれども、この初めてその指示というのを、口頭だったものを200年前に書き起こしたものなんですけれども、次は何でしょう。ダイナマイトですね。21番ですの絵ですね。ダイナマイト。ユーと言ってキンパチェン。ある種の人が、ダイナマイトのようにパワフルであると。そういった区別を人間の中で友達と敵の間に線を引かないと。しかし非常にパワフルな人というのがあなたの人生の中で現れます。そういう人たちはダイナマイトみたいなので気をつけてください。それはダイナマイトのカルマです。例を言いますと、一つはもしその人を愛することが難しいのであれば、その人は特別であるということです。いいですか？ごめんなさい。あなたを非常に怒らせる人というのが非常にパワフルなカルマを持っているので、非常に注意が必要なんです。あなたにとってのダイナマイトになります。あなたが愛する人、会ったことがない人、そしていつもあなたを怒らせる人、誰が一番パワフルですか？あなたを一番怒らせる人なんです。非常に気をつけないといけないんです。非常に、気をつけて大切に扱ってください。非常にパワフルなカルマなんです。それが最初の事例です。2つ目の例は、彼が言っているのは、あなたの周りに常にいる人は非常に強い、対象物になります。あなたの奥さん、あなたのご主人、あなたの子供、一緒に働いている同僚、彼ら当たり前だと思いがちで、あんまり他の人に言うことも言わないようなことがあると思うんです。でもそれでもあなたのことは愛してくれている。
通常はですね、まあ、時々あなたを追い出すこともありますけれども、彼が言っているのは、あなたの周りにいつもいる人、非常に近しい家族、兄弟、妹たち、お母さん、お父さん、子供たち、彼らもダイナマイトだと。で、あなたの先生たち。ランマというのは僧侶だったりする必要はないんです。子供たちもそうなりうるんです。ニクは非常にいい生徒になりましたよね。ママ、パパ。シャグロっていうのは、職場での非常に近しい同僚です。普段一緒に過ごすような人たち。シャというのは文字通り、ロックというのが友達、シャというのが同僚、普段一緒に過ごすような人たちなどです。で、非常に彼らも、ダイナマイトのカルマを持っています。ダイナマイトっていうのは、道路をアリゾナに新しく作りました。そこには山があって素敵なんですけれども、で、それが毎週毎週チェックしてたんですけれども、ダイナマイトを持っていって、山を爆発させたんですね。で、道路を作ったんです。みんなが必要だったからです。とてもいい道路なんですけれども、ダイナマイトっていうのは非常に良いことにもパワフルに働きますけれども、多くの人を殺すということもできるんです。ティンというのは、あなたの奥深くにあるものです。あなたの心の奥底、ハートの底にあるもの、非常にこのダイナマイトパワフルなので気をつけてください。そういった人たちに慣れてしまうということがあるんですけれども、どうしてその人たちによくしなきゃいけないのか。いつもただ一緒にいるだけなのにとか、自分の配偶者に慣れ親しんでしまったりとか、子供だったりとか。でもそういった人たちは非常に強いカルマを持っているので、気をつけてください。非常に強いカルマを持っています。ダイナマイトです、あなたにとって。いいでしょうか。いいですね。ゾンというのは、あなたが必要なものを全部、ということです。英語、リンジーがこのプログラムを運営してくれました。そして地域のディレクターもいます。本も準備できています。ティムもその話をしてくれて、他のプログラムの話もしてくれています。ゾンというのは、あなたの必要なものが全て揃っているということです。彼が言うのは、トゥンケンというのは、あなたがジョンをしなきゃいけない、仕事をしなきゃいけないときに必要なものです。お金ですとか、時間ですとか、場所、そして航空券、このプログラムに参加するためのですね、こういうものが、YSI では、1月にクラスがありますけれども、トゥンケンに関して非常に美しい説明があります。とてもディープなヨガのリトリートをしますけれども、トゥンケンを持ってくることになっています。ヘルシーな食べ物と静かな場所、そして虫がいない。1月に学ぶ本は、ヨガスタディーズインスティテュートで学ぶのは、最初のに書かれているの500年前に、虫のいないリトリートの場所を探しなさいと言っています。
when you're trying to do a deep retreat, the bugs drive crazy. Okay. 深いリトリートをするときには虫というのが、彼も私、ノジョンっていうのは、トゥンケンゾンに依存してないと言っています。時間があるかないか。ノジョンをキープしてください。お腹空いてるか空いてないか、眠ったか眠ってないか。それは、それ自体は独立、あなたの周り、あなたに起きていることは独立しているんです。お腹空いてるかしないか、寝てるか寝てないか、友達かあなたの敵か、すべて独立しているんです。あなたの、あなた自身を独立させてください。あなたがどう感じるかということに依存しないでください。あなたがお腹空いてるとか疲れてるとか、そういったことは切り離してください。非常に難しいことですよね。私は美味しいご晩ご飯を食べられないとイライラしちゃいます。その後に、非常に美しい詩をがあります。これは詩ですね。仏教の詩です。あなたのお腹がいっぱいだと。あなたはお腹の中に、ゲシュラはなんでいい？あらゆる言葉の言語でドーナツという言葉を知ってるんでしょうか。お腹の中にドーナツがいっぱいだと。天気が完璧。太陽が出ていて、暑くも寒くもない。昨日の京都みたいです。とっても素晴らしい天気です。日も美しい。みんなリラックスしてる。お腹もいっぱい、天気も最高。そういう条件で、あなたはダーマプロテクショナーのふりをすることができます。リフレクションです。ダーマプラクティショナー。ダーマプラクティショナー。お腹がいっぱい。で天気もいい。あなたは素敵な人。で、次の一行がどうなるか分かりますよね。何か問題が起きたときに、突然問題が起きた。飛行機に乗ったビジネスクラスで全て良かったんですけれども、食事も用意してくれてる。そしたら、12時間の遅延ですっていうようなことを言い渡されて、12時間の遅延、ビジネスクラスのチケットで、で、2ドルの食事券をもらう。あ、分かりましたと。もし誰かがそういったことをすると、ロジョンをあなたは突然失うことになるんですね。でも私は非常に素晴らしいプラクティショナーなので、でそうすると、12時間の遅延って言われたときに、何ですってっていうことになるんですけれども。私は、タマバに1000ドルを渡しますと。あ、渡しませんと。簡単には渡しません。本当ですか？いいですね。1000ドル。その。そのお金どこにありますか？
運転手さんを雇って、英語で言い回しがあるんですけれども、私たちが払いますよっていう意味です。普通の人という意味です。前の日の夜に天気が良かった、そしてお腹もいっぱい。あなたはダーマのプラクティショナー、まさにそんな感じです。で、誰かがフライトキャンセルして、で、レストランも今日は閉まってる。で、あなた、突然トンネルの中にいて、非常に、自己中心的な人になってしまうんですね。どうして、そんなにたくさんのお金を普通の自己中心的な人に払わなきゃいけないんでしょう。1000ドルも払わなきゃいけないんですか、この人に。普通の一般的な仏教では、最悪のこと、あなたが やる最悪なこと、一般的な仏教では誰かを殺すことです。バドリアーナというもっと、位の高い仏教では、この部屋には少なくとも3人のブッダがいると信じるということです。これは非常に位の高い仏教では、人を殺すよりも悪いことなんです。この部屋の聴衆の中に 2,3 人の、仏教徒がいるというふうに信じるっていうことなんですね。私じゃないですよ。私は、まあ、そうなろうとしてますけれども、非常にレベルの高い仏教です。私たちが修行する中で、1人か2人かもしれない。この部屋には何人いますか ?200 人ぐらい、?200 人はブッダかもしれません。私は違いますよ、本当に。私は時々思うんです。私だけが違うんで、でも分かりませんよね。賛成しないでくださいね。非常に高いレベルの高い教えでは、ここにはブッダがいないというのがタメと同じ言葉です。非常に良くない言葉です。非常に高いレベルの教えでは、すべての人は普通であると。誰もブッダではない。中身はブッダではない。それがタミルというものです。この聴衆のことを信じるっていうのが、人を殺すよりも悪いことだというのが、その高い仏教での教えです。非常に面白いですよね。これが今後、ダイヤモンドの今後では、教えられていることなんですね。彼はロージョンで楽しみなさいと言いましたよね。素敵なレストランに行って、グランパは休憩したいので、ちょっとご飯を食べますと。とっても楽しい仏教で、レストランの中に行って友達とゲームをしてみて、誰がこの中のブッダなのか、東京の T シャツを着ている、お寿司屋さんでしょうか、この部屋の一人がブッダで、その人の話をする。その人だと思う。いや違うよ、ちょっとあまりにもあからさめに普通っぽいよ。じゃあ、わかんない。そんな風に楽しんでみてください。もし、
仏教を学びたいならレストランとかコーヒーショップでやって楽しんでみてください。ところでもっと本当に面白いことですけれども、コーヒーショップに行ってあなたの心の中でこっそりと、彼女今やってますね、それを。今見ましたよ。で楽しんでみてください。すごいひどい人かもしれないし、ブッダかもしれません。それをチェックするっていうのが非常に素晴らしい瞑想なんです。私は深い瞑想したいんですって。じゃあコーヒーショップに行って誰がブッダか探してみてください。楽しんでみてください。これを使って、ある生徒を教えたんですけれども、先生ですにそれを教えたら、ショッピングモールに行ってブッダを探して、高島屋かどっかに行ったんですね。非常に高い洋服屋さんです。でブッダを探しに、一人の出店員さんが、その高い洋服屋さん、彼女はこんな風に、で、3回お祈りしたんですけど、警備員を呼び始めたんですね。ちょっとなんかおかしな人がいますっていうことで警備員呼ばれちゃったんですね。非常に楽しいと思います。怖がらないでください。ブッダというのは自分がふざけるっていうことを怖がらないんです。同情のない人、賢い人よりも、同情する、バカな人の方がいいんです。どうして私たちはこれを練習するのか、非常に難しい修行です。敵と友達を同じように扱うというのは難しいことです。簡単ではありません。非常に難しいけれどもパワフルです。自分のため、そして他の人のために、でもこの人生のためだけにやらないということです。仏教の非常に面白い定義があります。キムの本には、馬鹿げた議論ではないんです。質問としては、何が仏教で何が仏教ではないかという非常に大きな問題です。私は仏教を勉強していますけど、何が仏教なのか分かりません。ここで言っているのは、これはロージョンでの、伝統ですけれども、あなたが修行していて、それを自分の今の、一生だけのものにしているんであれば、それは仏教ではないと。非常に不思議ですけれども、非常にパワフルです。もう一度言います。あなたのスピリチュアルな修行が今今世のものだけであって、あなたが死ぬまでの間のものだけのものであると、それは仏教ではない。すべての人は、瞑想して、修行して良い人になろうとして、正しいことをしようとしています。あなたが、仏教の、死であったときに、それは、十分ではない。面白いですよね。あなたのゴール、そしてあなたのビジョンというのは、あなたの今世を超えるものでなくてはいけない。それが本当の仏教です。
もっと長いスパンで考えるものなんです。それが小さな変化で、私の中で何百万回も起きます。もっと大きなことじゃなくて、この今世だけじゃない、この友達、この世だけではないんです。あなたは何もこの世のことは覚えてません。非常に小さな小さな小さな、スタートなんです。長い長い、汽車の旅のですね、あなたにとって重要なものすべてというのはもうその先覚えていることはないんです。ですので、あなたの修行というのはもっともっともっと大きくなってはいけないんです。いいですか？ここに詩が続きます。このスライドじゃなくてその次に行ってください。他の人への感情、本よりもということですね。私の妻もこういうこと言います。あなたは本の方が、仏教の本の方が気になるんでしょと、生徒よりも。そうかもしれないねって言うんですね。あなたの本の知識をジャッジしない。そしてあなたの、周りにいる人がどう感じているに対してどう感じているかっていうのをジャッジしないということですね。これが、3つの、有名な精神的な助言です。ハワイでサーフボードに乗った時の気持ちを覚えてるんですけれども、50年前のことです。もう時というのはあっという間に過ぎてしまうんですけれども、うわーっていう感じ。こういうのを全部覚えてるわけではないんですね。私の年になるともう全然覚えてないんです。次のスライド行きましょう。他の人への感情、勉強を続けることよりも、私は勉強し続けることを好きなんですけれども、ウクライナからの難民がいて、私と私の妻は2人をウクライナから招き入れました。そしてお世話をしてます。で、私たちは、何週間も夕食に誘わなかったんですよね。で、ハニー、私は20万の生徒がいるんですよ。だから、一人一人にご飯を、夕食を出すということはできません。私、そんなことをしたら、ダウンしちゃいますと。そしたら、彼女は、私たちお食事しましょうと言ったんですね。で、一日中料理をしました。で、理論はいいんですけれども、時々、現実に対処しなきゃいけないので、そのウクライナの2人を夕食に、招いてですね、素敵な時間を過ごしました。2人のロシア人、ヨーロッパ人、クリスマスツリーを飾りました。2時間かかりましたけれども、非常に素敵なディナータイムを過ごしました。ここにある助言、あと数分ですか、10分ですか、その後、質問に時間に行きましょう。考え始めておいていただいていいでしょう、質問。もちろんでもいいですし、あなたの個人的な、生活に関してでもありま、でも構いません。コロというのは全く真逆のことです。何をしているか分かりませんけれども、コロと言ったときに、ロジョンと全く別のことです。自分自身のことばっかり気にして他の人のお世話をしないということです。それが、全く真逆のことですね。コロ。
こういうふうに言ってください。こういうふうに言ってください。非常に失礼な言い方っていうのはありますよね。非常に変な表現ですけれども、自分自身のことを気にして他の人のお世話をしないということですね。次、ここには6つのコロがあるので、どれぐらいできるかやってみましょう。ダイヤモンドマウンテンで4月にリトリートをやりますので、アリゾナですね、ぜひ来てください。あなたの人生が変わりますから。私の、ビジネス的な成功はこのダイヤモンドからで起きましたので、私は、最大のダイヤモンドのジュエリーカンパニーというのを、世界最大のものを作りました。で、それがリトリートから発してるんですね。私忙しいからとか、仕事があるから、そんな1週間もダイヤモンドマウンテン行けないとかって、じゃあその少ないお給料で一生やってください、頑張ってねと、ブレイクスルーなしでいいのねと、仕事し続けて、もし本当にブレイクスルーが欲しいならリトリートに4月に来てください。もしブレイクスルーが欲しいなら、世界で一番クールなことをしたいんであれば、リトリートが必要です。いいですね。ですので、MBA のプログラムがあさってから始まる、新しい大学ですね。彼女はリトリートのビジョンというのがあったので、ダイヤモンドに行きました。そして、でブッダをのイヤリングをしてました。非常に珍しいんですけれども、彼女聞いてたんですね。で、1人が、5000万ドルを、稼ぐ、作ることができたんですね、1人で。ですので、そういうことがあなたでもできるんです。では、6つの、逆の、やってはいけないことを見てみましょう。一つ目、私はこういうふうにしてみました。スパっていうのはどういう意味か、我慢です、忍耐です。3つ目、6つの中の3つ目ですね。You pay me. No. Okay. So simple means don't get upset. When you're supposed to get upset, don't get upset. Okay. That's the third Bodhisattva's practice. Okay. Very, very famous. When you're supposed to get upset, you don't get upset. あなたがイライラしたら、イライラそうだったらイライラしない。それがサンスクリットでシャマと言われるもの。シャマ。英語になると QU と言います。シャマというのはクワイエットに英語になりました。クールというのもシャマから来ています。冷静で言いましょう。イライラしない、動転しない、怒らない。何か悪いことが起きたら怒らない。痛みに関して非常に強い忍耐力、そして疲労に対する強い 忍耐力ですね。あなたが本当に疲れていても一生懸命作業ができる、それ言いたくてもということ、それを意味します。難しい状況に疲れている、疲労困憊である、痛い、経済的な問題がある、いろんな問題がある、それを気にしない、私は修行を続ける、疲れてても気にしない、何かうまくいってなくても気にしない、
それ気にしない。それも、忍耐と言われます。びっくりしない、怖がらない、心配しない、くよくよしない。シャマ、文字通りには、私のハートの中で、心の中で非常に静寂であるということです。非常にこれは、2000時間ぐらいかかる。コース、京都の予約がキャンセルされた。まあいいじゃない。時々、シャマっていうのは、あなたが非常にもうすでに疲れている時に、さらに、まあ、作業をしたり、修行する能力というのを意味します。あなたにこういうことを私にも起きたんですけれども、毎日瞑想して6時に起きて瞑想しなきゃいけない。7時じゃダメですかねと、7時に目覚ましかけたんですけれども、6時目覚ましかけたんですけれども、疲れてるしうまくできないし、瞑想っていうのはすごい疲れるし、6時にやる、7時に代わりにやっちゃダメですかと。ラーマは7時もいい時間ですよと言いました。いつの時間でも瞑想ができるんであればいい時間だと。私はトイレでしか瞑想できないと。それもいいですね。それが一番いい場所ですよと。もし仕事を半年間探し続けていて、いいお給料の仕事を探していたときに、誰かがあなたに仕事をあげましょうと言いました。あ、いいねと。20万ドルです、1年と言ったときに、あ、いいですねと。で、6時に来てくださいと。あ、いいですよと。問題ないです。それはコロです。いいですか？シャマとコロです。いいですか？そのあなたのボスが6時に来てくださいと。お給料が330万ドル。そしたらためらうこともなく行きますと。5時半でもいいですよと言うんですよね。私は朝早起きするの大好きなんで。ラマは6時とか7に7時に瞑想してくださいと言うと、疲れてるからとかっていう風になるんですよね。それは、忍耐の逆行です。仏教の教えの原則があります。次の5つの頃を楽しみにしているときに、クラスをやめなさいというのがあります。韓流ドラマみたいですよね。韓流ドラマ何でしたっけ。韓流ドラマ毎回こんな風に終わるんですよね。あ、もう あとちょっとでキスするところだったのにみたいな。で、来週またお楽しみにっていう感じで、なんでってなるんですよね。ですので、このクラスをそんな風にちょうどいいタイミングでカットするっていうのは非常に良くないことです。コロです。で、残りの5つを聞かないまま終わっちゃうんですよ。わかりますか？ですので、戻ってくるの忘れないでください。オンラインでも対面でも、どんな形でも構いません。ありがとうございます。質問タイムに行きましょう。How long? You tell me when to shut up. We'll do three questions.
Geshe-la question? two questions. Okay, you decide who's up. First one is going to be from Pei Ling on. 最初はオンラインの方ですね。How can I best protect and support the minds of people around me?私の周りの人のマインドをサポートする、そして守るっていうのどうやったらできますでしょうか。私の、まあ、霊的な兄弟が、まあ、思考的に落ちてしまうことがあるんですけれども、そういった人たちをまた引き上げることはできますか。ちょっとその本質、質問の本質が分からなかったんですけれども、その気分を害させずに、その人たちをダーマに、引き戻すことはできますか？何か悪い習慣だったりとか、思考的に落ちてしまったりしているときに。カルマの法則では DCI の講座で怒りのコントロールというのがあります。6、9、10っていう人がいますけれども、10だと思います。どうやって怒りを止めるか。そしてステップがあります。誰かが怒りを抱いているときに、その人たちを助ける必要がある。で、一番いい方法は、ね、聞いて、スタンリー、あなたは私が知っている中で一番怒っている人よって伝えることです。それがあなたの怒りをコントロールすることになるでしょう。そしてカルマですね。で、スタンリーの怒りもコントロールできるし、私の怒りもコントロールすることはできます。アンガーマネジメントでは、その相手の人に、あなたが最悪の人だよというふうに伝えることなんですね。で、私たちが文章を学んでいたときに、一番怒っている人というのを見つけて、で、一番怒っている人っていうのは、あなたが一番怒っている人だっていう、その人が一番怒っている人だっていう、全然意識がないんですね。常にそういう感じなんです。ですので、こういうふうに。私ちょっとなんか問題抱えてて、どうしたの？私この問題があっていつも怒っちゃうんだよねと、どうしてか分かんないんだけれども、私の中で何か怒りが起きて、もう簡単に怒っちゃって、そのスピリチュアルな先生にも相談したんだけれども、誰か助けてくれないかと、私たちコーヒーショップに1週間に1回行って、私の怒りの問題っていうのをお話しして、助けてもらえませんかっていうふうに言ってみるんですね。それがまあより良い方法でしょう。あとはもう一つのアプローチもあります。私はダイヤモンドマウンテンで、非常に長い、教えをしたことがあるんですけれども、あなたがもしイライラしている人だと場合、そのあなたのカルマはあなたの周りの人もイライラさせる。ですので2日間ぐらい教えたんですけれども、生徒さんはいろんな国から来て、誰かが来ました。一人の人が来ました。非常にイライラしてる人だったんですね。24時間以内にその人のことをみんな嫌いになっちゃって、もうこの人に疲れていたんですね。そしたら英語では、愚か者に取り囲まれるっていう表現があるんですけれども、
みんな、ラマのエキスパートはこんな感じだったんですね。なんでかというと、あなたが非常にイライラしている人だった場合に、そのサインというのは周りの人もイライラし始めるからです。あなたがイライラしている人に囲まれているということは、あなた自身のことに取り組まなきゃいけないということだと思うんです。で、あなた自身に取り組めば、あなたの周りの人も変わります。正直言いますと、私も、まあ、他の人と同じような普通の問題があります。私もイライラすることが、イライラする人に会ったこともありますし、非常に自分から起きているということがあるんですね。なんて言うんでしたっけ？人が1週間ですっかり変わるっていう変性をするっていう変態、動物の変態のような言葉があると思いますけれども、私がもうイライラして疲れてて、でこの人にもう疲れ果てたっていう時に、私はその仏教という言葉を思い出して、ゲシュラ、多分あなたの悪い習慣を自分自身がやめたら彼らも変わるんじゃないかと、こういうやり方はしなかったんですけれども、ホテルの部屋に戻って私の仏教の考えが頭に浮かんで、ラーマが私の頭の中に小人を作って、忘れるなと、あなたのところから来てるの、忘れるな、あなたのところから来てるという感じで、ですので私はそういうふうにならない、そんな人にならないようにしたんです。そしたらその人たちは2日ぐらいで全く別人に変わったんですね。ですのでこの方が持っている問題っていうのは、ダーマの生徒たちが、まあ、あまりいい感じじゃなかったら、多分自分の席を変えるっていう表現がありますけれども、仏教のやり方では、イライラしている人を変えるには自分自身を癒すこと、自分自身を治すことです。難しさもない、嫌な感情もない、すべて静寂で自分の中のマインドにあるんです。私はそういうイライラした人を見ているという時には、私がイライラしているんだと、自分が探偵になってください。どうして探偵、どうしてイライラしているのか、であなたの友達に聞いてもいいです。教えてくれるでしょう。自分自身の中から変えてください。そうすると周りの人も変わります。完全に別の人になって親友になる可能性もあります。ですので自分自身を見て、自分自身の中を変えてください。そしてその外に行ってください。次は何ですか？